さてちいさん、今日はどんなお話を聞かせてくださるんでしょうね。楽しみですね。皆様こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。まあ後ろまでお立ち見までいただきまして、心からありがとうございます。私ちいさんぽの今のようにナレーションをさせていただいております、テレビ朝日アナウンサーの萩野志穂子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。俳優ちい武夫さんです。ちいさんです。皆さんこんにちは。こんにちは。お寒いところ、また年末のお忙しいところ、こんなに入りきれないくらいたくさんの皆さんにお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。一つの番組を担当させていただいている者にとってはこれほどの嬉しいことはございません。また、テレビを見てくださって、今日もちろん来てくださっている方が多いと思うんですが、そういう方々とこう顔を合わせて、はい、いろんな話をさせていただくというのは本当に幸せなことでございます。今日は厳しいご意見をいただきたいと思います。この間もある神社で、お参りしておりましたら、後ろに僕よりちょっとご高齢のおじいちゃんがいらっしゃって、お参りして振り返ったら、ちいって大きな声で、呼ばれるもんですから、はいって言ったらですね、お前はなんだ、いい年してチャラ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 して確かにチャラチャラもしてるんですが、そしたら、ただ俺は番組は好きで毎日見てるんだと、とっても心強く嬉しかったです。ただまあチャラチャラするのは、一応反省も含めてですが、そのおじいちゃまには説明はしたつもりです。テレビというのはある程度チャラチャラしないとなんないところもあるんですよというようなお話したをしたんですが、そんなことでございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞお座りください。その方はいつも僕はナレーションでいじめてる、ちいさんいい加減にしてくださいとかって言ってるこの子ですから。ありがとうございます。もうちいさんがね、奔放でいらっしゃるんで、たしなめさせていただかないとならなくてね、なかなか失礼しておりますが、はい、今日はもうお立ち見の方までね、後ろいらして、見えますか、ね、見えなかったらちょっとね、声を出していただいて、こんにちは、よろしくお願いいたします。いやー、ちいさん、もう今年もあと2週間ですか、もうね、本当に早いですね。よく歩かれた年でしたね、今年も。よく歩きましたね。まあ暑い日も寒い日もですからね、改めて振り返っていかがですか。そうですね、今年1年で特に印象的だったのは夏の暑さでしたかね。下町の方を歩いてまして、ある時にクラクラクラっと来ましてですね、はい、あまりの暑さに、木にもたれかかってこう木の説明してるふりをしながら少しクラクラするのを収まるまで待ってですね、これは桜だなとか言いながら、スタッフのカメラマンなんかに お前たちちょっと水飲んだ方がいいぞなんていうふうにして、休憩タイムにしたふりをしてフラフラを止めたことがあったんですが、そんなくらい暑い夏でしたね。大変ですよね、それもね、はい、そしてまた寒くなったら、寒くなったで、そして大雨の日もありますし、はい、もうお天気関係ないですからね、はい、まあ、雨の 日は撮影することを中止してもね、本当は今日は中止しましょうって言っても構わないんですが、逆に言えば雨の日だから、散歩が楽しいっていうことも皆さんあるんですよ。日頃人でいっぱいの明治神宮のあの森なんだとかですね、吉祥寺の方の井の頭公園なんて、皆さん大雨の日行ってごらんなさい。いや、人は誰もいないし景色が綺麗に見えます。
本当にこれはね、ですから雨の日に出かけるの割と好きなんですよ。いや本当にね、皆さんもご覧になってるんでご存知ですけど、大雨の日ですとか霧が濃い日ですとか、よく広い公園を独り占めされてますもんね。そうです誰もいなくていいですよ、はい、でも確かにこう大雨の日、ちーさんがああやって少年のようにねお散歩されてるのを見て、なんかこう改めて、あそうなんだなって思うことありますものね。で今日はこうして池袋でお話をさせていただくわけですが、地元の方はいらっしゃいますか？あ、やっぱりたくさん来てらっしゃる。でもやっぱり大都会なんでね、いろんなところからお越しなんですね。ちーさんも池袋はこれまで5回お散歩してらっしゃるんですね。そうなんですよ。あ、5回。そう、5回。そうですか。5回も来てるんですね、はい、結構長きにわたっての間の5回ですので、うん、それぞれにこう街の変遷っていうのも目にしてらっしゃると思うんですが、はい、思い出などありますか？僕は東京に来た頃から見るともう50年ぐらい経っているんで、その頃の池袋と今の池袋はだいぶ違いますよね。ただこの番組が始まってからもう5年なんですが、その間にもう5回ほど来てるってことは1年に1度ぐらい来てるんですが、その5年の間にも池袋のみならずですけども、はどんどん変わってきてますよね。僕が東京に出てきた頃、まだサンシャインですか、はい、なかったのが、あれが立ってからの池袋は急にこう変わったように覚えてますが、そういうふうにすると1年ごとに景色や物や建物が変わっていきますので、どんどん進化している池袋というのを見ますね。その中にこう古いものという言い方おかしいんですが、昭和や大正の時代のものがポンポンポンと残っているとね、僕は日頃から言ってるんですが、町というのは古いものと新しいものが引っ張り合ってる状況、引っ張り合ってるというと分かりにくいでしょうか、両方がきっちりした形で、この地に足をつけて立ってたり置いてあったりするのが町の素晴らしい姿だと思うんです。でそれは池袋にもたくさんそういうところがあってね、それを探してみて新しいものとの引っ張り合いを皆さんに見ていただくのが僕の役目かなと思ってます。